はい、やってまいりました。河南町でございます。金山古墳。はい、じゃあ行ってみましょうかね。いつも冬来てるからね、枯れてるけど綺麗やね。さあ、あと一回回ってみましょうかね。形ね、総円墳ですね。二段と三段かな、これ。そんな感じやね。この大きい方は調査されてないみたいにね、こちらの方がおそらくね、石室があったんだろうね。中に石棺が入ってるかもしれないけどね。小さい方はね、調査されましたからね。発掘調査されたからね。今も空いてるんで、後で入ってみましょうかね。一回クローと回ってみましょう。いつ調査したか書いてないかね。平成3年。そんなやったかな。もっと前だと思ったけど。そんなもんかもしれんな。おお、ここに看板が。ああ、よう見ますわ。はい、ありがとうございます。いつかね、これ。書いてないね。これ、修復整備されたんやけどね、その前のやつはぺっちゃんこやったからね。長いことかかってやりましたけど、この工事ね。もう長さで言うと100メートル以上あるね、これ。ここね、向こうまでね。すごい。これ、号があったんかね。河南町はこれが一番大きかったかな。今日やる気満々ですよ、俺。今日はちゃんと持ってますからね、これ。後で入りますからね。まあ、前はね、ここをずっと回るのが趣味でね、大型古墳、大型古墳回ってまして、こんなにみんなクレームが出ましてね。わしらか言うとね、くびれとかいろいろ見れるんですよね。それをね、普通の人は木しか見えへん言うてね、随分小言をね言われたんやけど。もうこの看板きれいやんか。おーっと、これで見ると結局何も書いてないな。何にも書いてないやんて。 30m ということで 100m 以上あるね、これね。あっこにね、石室が残ってるんで、あっこに入りましょう。2個あんのかね。はい、ちょっと行ってみましょうか。昔昔来た時ね、この路地入ってきましたよね。覚えてます、最初来た時。今はここにね、駐車場で来たんだけどね。そこそこ時間がかかりますね、回るだけでもね。あれ、姿が見えへんけど。姿が見えませんけど、どこ行きゃったんやろ。窓見でしたのかい。はい、そしたらあそこから洞窟になってますから、中のいろんなもんね、だいぶ減ってたらしいけど、これが菩提樽です。菩提樽残ってるらしいけどね。あそこから入るんですよね。昨日どうやったかな。ここからちょっとだけ入ったんだけどね。これ開かないか。あ、鍵かかってるのかいね。鍵かかってるということは、これ下から潜らないのかなんか。潜ります。どうやって入るのよ。昨日なんとか入ったんだけどね。あら、入られへんがね。はい、そうそうそう。あらあら。あ、電気ついてんねや。昨日一個しか見えなかった。電気はいらんねや。なあ。いやいや。電気いらないんですわ。あいだ。狭いね。狭い狭い。はい、だな。子供やったら簡単やろうけど。入り口がね。本番2個。石棺残ってますわ。あ、遠くされてますわ。いやー、ここにほれ、今。カエル入っていたね。電気つくんだ。ありがとうございます。持ってきたのにな。あらー、石棺2つ残ってた。奥に入られんかね、これ。入られんね、何番でも。そやけど、7世紀初めにしては、石の切り方が、まだちょっとね、荒いけど。まあ、こんなもんか。しかし、石棺は綺麗やね。あの奥まで入ったら言うことないやろうけどね。
2基ちゃんとありますわ。さて奥の方は綺麗やで、まだ切り方。ああ、上から水がポタポタ持っとんだけど、これはどうなんだろうね。ここその前の輪かね、これ組み返したかね。もう一個はこう電気がついてくれたらよくないんやけどね。あれつけへんのかな、つけへんか。これ横全然入られへんもんな。あの奥まで行きたいけど、今日これベタベタやもんな。横行かれんな、なんもなんでも。いや、昨日一個しか見えなかったんだよって。昨日夜ね、6時過ぎ、7時ぐらいだったかな。消えたんだけどね。あ、見えました、見ました。ありがとうございます。よいしょ、はいわ。あ、いただきます。すみません。ライブの方が切れてしまうので、途中で。最初から入ってなかったわけだけどね。で、あの前の方もね。はい、これ、金山古墳の。はい、今出てきましたけど、昨日これ登ったから足痛めたんかね。はい、いやから残念でした。あったあったです。はい、二条だ。こちらの方が、あ、これは二条だよな。これは桂木だ。あー、雲や。こちらの方が雲だ。雲ですね、雲。残念でございました。雲ばっかりや。309号。昨日やな、昨日足痛めたからここに上がって。昨日ちょっと、ここに、ね、慌てて上がったからね。ちょっと行かんってな。はい、ありがとうございました。亀山古墳でございました。あの、電柱いなかったですか、ライトは。ライトつきましたわ。はい、ありがとうございます。